こんにちは。お天気をお伝えします。今日の道内は、今日の札幌は朝から蒸し暑くなっていますね。午後の天気のポイントです。不快な蒸し暑さと急な雷雨にご注意ください。この2つ実は同じ原因なんです。こちら今夜の天気図ですが、北海道の北に梅雨前線が停滞します。この前線に向かって台風4号が持つ熱帯由来の暖かく湿った空気が流れ込み、道内は非常に蒸し暑くなっています。さらに前線や低気圧の影響で大気の状態も非常に不安定となっているため、あちらこちらで雨雲が発達しそうです。では雨の予想を見ていきましょう。この後午後1時、東北や南西部を中心に雨のところがありそうです。この後午後4時ごろから日本海側を中心に雨雲が発達し、札幌もにわか雨があるかもしれません。局地的に竜巻などの激しい突風や落雷、雹などを伴う恐れもあります。また今夜遅くになってくると道南方面にまとまった雨雲がかかり、土砂降りとなるところがありそうです。では今の小樽の様子です。今日の小樽、午前10時過ぎに30度を超えています。午後の天気と気温です。赤い数字、最高気温に注目すると、小樽や北見は31度、札幌や帯広は30度です。非常に蒸し暑くなりますので、食中毒や熱中症に警戒してください。室内は一層ムシムシとしますので、作り置きした夕飯のおかずなどは冷蔵庫に入れるなど、保存方法に気をつけてください。また、今雨が降っていなくても、この後は天気の急変にご注意ください。変わって今の札幌です。曇り空ですが、この先もしばらく日差しはなさそうです。週間天気です。明日も大気の不安定な状態が続くため、局地的な激しい雨や落雷、竜巻などに注意が必要です。その先、金曜日まで雨が続きますが、金曜日は台風4号から変わる低気圧の影響で大雨の恐れがあります。今後の情報に注意しつつ、避難場所や避難グッズの確認をしておくと安心です。